はい、皆さんどうもさんまチャンネルのさんまです。じゃあ戦の奇跡2続きやっていきましょう。前回の終わりだけにね、エリオットのお姉さんが、人質になったということで、今回それを助けに行くというストーリーになっております。じゃあ早速トワ会長に話していきましょう。じゃあ作戦開始の前にちょっとバディ編でします。ガイユス確定だったんでパーティー変わらないっす。じゃあ行きましょう。恐竜が変身。じゃあ行きましょう。作戦を開始するとエリオとサラが固定メンバーになった上、メインストーリーが近く、あ、サラも確定なんだ。へえ。まあエリオともそうか。うん、まあクエストは全部終わってるんで行きましょう。あの、イラも出しちゃった。さあ、エリオットのお姉さん、フィオナさんですね。を助けに行く作戦会議です。うん。ああ、もう作戦会議終わってんのね。2日ぐらい経ったんでね。それまでの間に。おう。そう、あれですね。各地に散らばってる、学院生ですね。一応、ショップとかも開いてるんで、そこら辺ももう、ね。両方の鉄砲兵です。うん、こういう伝家の宣言、海の寄進で西側に、あ、開幕あれかな、寄進戦かな。囚われ雇われた傭兵団を前は出んのよりも、あー、なるほどね。うん、もしかしてあれかな、リン君単独になるのかな。すぐ合流するか言ったけど、サラも何か思うからな。ああ、こういうことね。あー、パーティーはまあ、あれれれれれれれ、いや、サラがいるからここ無視していいかな。で、後ろにミリアムとフィーかな、まあ、レベル的にもこのメンバーが一番いい。12時、一くたまるまるです。ドイツ占領航空総流橋、あー、やっぱ第4星なんでそんな強いんだ。すげえもんな、軌道兵器。我ら第4機甲士団を舐めてかかったのが運の尽きだ。高速軌道機動兵器に対してこれだもん。あと一息だ、このまま昇竜橋を攻め落とすぞ。確かに火力とかが走行面があるかもしれないですけど、速度を増えたら出ちゃいないけど、このままで。ああ。お客様どういうつもり。ああ、もう言われてるんだね。あー、なるほどね、部下たちはこれが心配なんだよ。うろたえるな兵たちよ、そして貴族連合、我が娘を甘く見ないでもらおう。あやつとて曲がりなりにも帝国軍人の娘だ。卑劣な脅しに屈せず義に準じる覚悟はできておろう。ああ、もう割り切ってるんだね。いや、クレイグはきついだろうな。だってエリオットにもあれほどの親バカっぷり見せるんだから。お待
来たカレイジャス。赤き翼か。黒い点の兵たちよ、恥を知りなさい。罪もない敵将の家族を人質に取り、戦に利用しようなどという愚行、アルノールの名において断じて許すわけには参りません。いや、やっぱあれだね、アルフィンの存在はでかいんだね。トールズ士官学院7区作戦を開始する。行くわよ、あんたたち。これみんなワープしてるのかな、転移で。さすがに飛び降りるわけにいかねえ。さすがにまだみんな人間のはずだから、あれ常人離れしてやつらみたいな。シャリみたいなの持ってるやつがいるんで、後ろが隊長って任せる。さあ、準備はいい？武士が火が玉か。あ、ブレイクしなかった。全員分ある。ただなんだろう。バトンタッチ、ガンガン行くわよ。あ、スピード3ターン、スピードストレングス25パーダウン、スピード特定、無視、資源を作る。あ、これ強えじゃん。こいつはこれで本当になるから。この間にこいつをボコボコしよう。聞いてるわ、この調子よ。最悪かも。カットはしないにしろ早送りなんか。あ、この時は頭じゃなくて腕と見た。あ、僕か。私の番ね。あと一旦は他に見たことないやついる？アリさん見たよね、エリオス見た、ラウダも見た、見た、見た。あ、この時にだから、ここ任せたら？行くよ。あの、次でかい攻撃来るんで、バリアを張って。
あれかな、こっちでもサラか、お、勇士を使いそうです。来たね。あれですね、先生だよね。前回総竜橋にで助けてくれたのがあの鳥さんの先生でしたから、多分声出なかったら分からんかったんですけど、こうほとんど制圧してる。まあでもこっから、あ、こっからね、あ、なるほど、あーでも唯一だね、なんかまあもともとあれがノブローダが強いからコテパーティーに入れてますけど、やっぱ入れた方がいいですね。これサラって何か変わってる、変わってないか、サラパーティーに入れた方がいいかな。正直ミディアムの方が、ミディアムの方が前が良さがある。まああくまでも僕が使いやすいメンバーで、サラをそんな使ってないんで何とも言えないんですよ。じゃあ多分こっからはいつも通り、うん、あれなんでささっとやっちゃいましょうかね。カットちゃいますから、ミディアムのガーチャパンつかない、だいたいひるむのに。嘘だろ、これじゃあでもひるむのね、ちゃんと任せるわ、はい、僕の番だね。よし、ひるまないのか。あ、じゃあいいや。俺の番だな。うん、行くよ。サラとかでもひるまない。確かサラも。任せるがいい。俺の番だな。私の番ね。あ、ひるまないな。あ、もう吸わなければエリオットじゃなくていいかな。じゃあこれで。あ、ガーチャンパンチ効かないのか、びっくりだな、それは。はい、というわけで、最欲までやってきました。で、この中でレベル上がったあれで、まず変わったのが、ミディアムが新しいエスクラップを売りましたね。ギャラクシーカノンっていう、衛星軌道上から放つ、壊滅的な威力のレーザー。威力4、星4、S が4つです。前のギガントブレイクか。S3つだったのか 4S になりましたね。どれほど変わるのか、それ気になります。しかもね、あの全体のままなんで完全にこれの上位互換ですよね、現状で。あと、そう、優質がプラチナムシールドっていうね、あの物理攻撃一応期間全部ですが、ミディアムのアルティメニューバリアの、これミディアム本人しかやれないですけど、優質はその、自分中心の範囲型ですね、うん、だから完全に上位互換ではあるんですけど、まあ、ちょっと使いどころは難しいやつですね。あとエリオットが、新しいエスクラップですね。レメディオラトリオ、まあ戦闘不能解除 HP 全開、 CP250 は CP250 HP50% です。まあ、ちょっとこっちにしましょうかね。エリオットはどっちかっていうとサポート向きなんで、デバッグよりもこっちの方が強いんじゃないかなっていう。特にあの強いとかボス戦以上に役に立つですね。で、Cは変わらず、まあ、こんな感じでレベルも3ぐらい上がったかな。まあ多分このままボスなんでやっていきましょう。エリオット、あ、ああ。縛られると必要なプレイングですね。エリオット、7組のみんなやサラさんまで。フィオナさん、お久しぶりです。そんなこと言ってる場合か。助けに来たわよ。
ありがとう。なんてお礼を言ったら。エリオットもしばらく見ないうちに立派になったみたいで。両兵団って言ってて、今のところツールに両兵団っぽいやついなかったんですよ。お姉ちゃん嬉しいわ。早く西風の両団かな。姉さん。あ、でもこいつなの。人質を盾にするなど、それでも貴族の端くれか。その汚い手をどけるがいい。ああ、やっぱ優質があるとあれなんだね。言っておくが、状況が分かっていないのは、ね、あんたの方だ。このセリフないんだとね。その女性を傷つけたが最後、無事で済むと思うなよ。やつだけにされる。どうやら両兵団も他の拠点にいるみたいだし、完全に詰んだみたいね。とっとと降伏した方が身のためだと思いますけど。あ、でもなんか来るんだろうね。あー、なるほど、魔獣か。弱そうだな、カイザー道具。こんな奴らいくら手前でしただろ今。ワンちゃんって言われるあたりビリアム強い。バリアハートの地下水道で戦った。そうだっけ、軍用魔獣か。そうだっけ、全然覚えてねえ。いや、それよりも練度は高そう。エリオット、みんな。あんたたち、行くわよ。了解です。姉さん、すぐに助けてあげるから。冒険ですね、このまま。強敵ね、上等じゃない。じゃあ激励を投げて、さあ一気に行くぞ。任せなさい。ライフル使うか。イカズチ、俺の番だな。で、こっちもノブローダーをかけて、器用の目線一斉にかかる。あっちが効くんだ。だったらこれ投げようか。やあ、どれ、負けられない。あ、6点ちょっと食らった。ここで毒食らってるけど、まあオーバーライズで。いくぞ、オーバーライズ。ここでリンクマシルになります。このだ、俺の番だな。ヒゲス、ああ、何だ。ヒゲス、イエス、いいだろう。俺の番だな。一番火力の高い状態で。ひざまずく。今だ。試合マイ。まあ、燃えてくれたら。燃えそう。何だ。ここだ。僕の番だね。だいぶダメージ食らわしたね、お前。ああ、もう3万ぐらい、3万8000ぐらい食らうし。あと私の番ね。で、サラは全国的だ。やり、俺の番だな。なんか怖えたんでいいかな。だから、リンが一撃で殺された。みんな、任せるがいい。回復パス。ヒヨ、ありがとう。ああ、じゃあこう入れるんか。なるほどな。このまんま電光。これがおまけ。はーい。だけ。母さん、おっちゃん。俺の番だな。だからもう。あ、凍結可能性あるんだ。あー、でもさすがにリーンが入ってせっかでも繋げろ。クラットやね。あ、これこそクラットでこうしとけば。せーの、集合せーの。やっぱこういうあれか。これはおまかせ。みんな一気に決めるわよ。リーンだ。
攻撃すれば次マックスになるんで、あれ新しい技見ましょう。僕まだ見てないけど。ここでちょっとスピードサーキングを利用して変更結果次ギャラクシーカンこれはおまけよ今よやりじゃあ見ましょうか。トランスフォームマジかよマジかよマジかよ狙いを定めていや、別貼ってないキャラビクトリーすげえ戦闘終了あのね先に行こうか、まあ、夜遅いんで爆笑できないですけど爆笑しちゃいますあ、すげえってか面白い今のよし、やったぞ誰も何も覚えやったねあ、なんか覚えたスパッツミン歌手とかのようなイルグエだとグッドラッツになってよしやったエリオット、みんなさあ、おとなしく剣を捨てなさい大した意味じゃなかったぞまだいる、まあ、なんかでもあまだいたのいい加減にしろこれ以上は無意味なはずだいい加減にするがいいあ、ナイトハルトえあまさかはぁエースだ。激チキル倒すぞ。姉さん。ナイトハルト教官。久しいな、お前たち。あれですね、トリサ学園の先生の人。すでに私はお前たちの教官ではない。少佐とでも呼ぶがいい。学校の先生という立場じゃなくてもう軍属という立場で相変わらずだね愛も変わらずの堅物ぶりのようだまったく美味しいところを持って行ってくれますことお久しぶりですナイトハルト少佐君もなサラ教官姉さん大丈夫じゃあここの戦いももう一件落着になるのかなええ平気よどこも痛いところはないわああ。ありがとうエリオット助けに来てくれてでも今まで無事でいてくれて、ね、本当に本当にありがとう姉さんよかった本当によかったよ7組のみんな、サラさんにナイトハルト少佐も。あ、ナイト、あ、そりゃそうか。あ、第四クルスだから。ありがとうございます。面識はあるか。なんとお礼を言ったらいいか。父親のいる部隊の人だから。ご無事でよかったです。お礼に、今度またピアノを聴かせてちょうだい。ね、音楽家一家だもんね、父親や。時期にこの砦も中将閣下が制圧するだろう。とりあえずは一段落だなナイトハルトの声初めて聞いたんじゃないかいやそうでもないか多分聞いたことはあるか最終限の戦闘を持ってまあ今年無事にフィオナさんを助けたことに成功この子第4強総領場所を占拠することにああなるほど応援に向かないけれどそのサルミナルサルミナルあバリアハートまで降りたのかなこれはあバリアハートの前だね、うん、ほう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 
ルフィックは確かにね、あの場所的には良くなそうだよね。あそこを制圧できてれば結構物流があるところじゃないの。あ、でもトリサ方面に行けねえんだな。そうだよな、まだ交通規制でバレハートどころかトリサにも行けないもん。でもこれで記憶連合が下がって、正規軍が巻き返したって形になるのか。すごいね、まあなんか表舞台っていうよりも間接的なところだけをすごく助けてっていう感じになるのか。そういえばいないよね。どうなってるんだろう、アンデリカ。確かアンデリカも貴族だったよね。で、まあいいや。そう、ナイトファルトがね、このタイミングで来てね。うん。でね、こうしたのが始まるかもしれないね。ここで、キノピオン。飛んできたの。ああ、なるほどね。あれか、さっきの、うんだよね。だからあれ、あの人だよ。え、なんで自分ってか合流しないんだろうね。まだ裏で動くってことかな。逆のパターンないよね。正規軍が変なことをして、それを止めに行くとか。さすがにそれはないよね。うん。あ、そうだよね。ケルディックにも学院の生徒は何かいましたからね。ケルディック、気候日。いいね、前作だとね、本当にこういう街って1回しか来れなかったですから、今回ね、何回も来れたりするのがいいですね。あ、そうだよね、誰かと一緒に過ごしてるかもしれない。あー、キドライベントね、大変。誰がいるかな。お、トーカちゃんじゃん。まあとりあえず今回はこの辺にしましょうか。ちょっと気になるところではありますけど、続きが。その時何お、パッと、あ、買えねえよ。買えねえ、持ってんじゃねえよお前。ショップ。はい、じゃあ今回この辺で終わろうと思います。それではまた皆さん次回会いましょう。